玉ねぎと人参とピーマンとそれからベーコン、これで簡単にプロフを作っていきたいと思います。ニンニクも追加します。オリーブオイルとニンニク、炊飯器、お米と一緒に混ぜて、炊くだけ。追加食材、ゆで卵も作ってきます。できた。多分ササニシキ系のあっさりした米の方がうまく炊けるかもしれん。よし、これはこれでいいかな。完成。今日の晩ご飯は家にある材料で作ったなんちゃってプロフでした。何もないからゆで卵とシワシワレモンが一個残ってたんで、それ輪切りにして、あとパセリをかけました。